皆さんこんにちは。今回はですね、藤沢里菜五段と韓国のチョスンア三段の野口ね対局の模様をご紹介したいと思います。藤沢五段はあんまり野口ね最近打たないんですけれども、以前は打ってましたけれどもね、最近ちょっと打たないんですけれども、ご制限杯あたりからちょっと打ち始めましたね。はい、中国ルール学ぶっていうのもありましたし、そういうので、打ち始めたんですけれどもね、ちょこちょこ打ってますね。ちなみに上野浅見四段は毎日ほとんど5、6局打ってますね。はい、であと一方韓国のチョスンア三段なんですけれども、簡単に紹介しますと、藤沢五段と同じ1998年生まれで、入段がですね2016年ですね。で、18歳で入段したしましたから、結構遅い方なんですけれども、入段が、その今までね、それまでアマチュアではかなり強者だったんですけれども、入段大会でことごとく落ちまして、それでなかなか入段が遅れたって、そういう棋士ですね。ただプロに入ってからめきめき力をつけて、最近では女流のねトップ棋士にまで成長しましたね。今年の韓国女子囲碁リーグでも12勝1敗っていう好成績を上げてますし、1敗はチェ・ジョン九段に負けただけですからね。そうやってみれば結構その入段は遅いのに、そういうトップ棋士に成長したっていう、大器晩成型っていうか、珍しいタイプですね。はい、ではね、初手から見ていきたいと思いますね。藤沢五段の黒番ですね。2連星からね、お互いその AI を研究している棋士ですから、AI 定石ですね、この辺は。最近よく見る AI 定石ですね。字稼いでっていう感じですね。白はここを、ちょっとね、模様にしようということですね。ここまでは定石ですね。ここは、桂馬で、これ主張が悪いですからね。はい。それで、こっち打ちましたね。ここを打つんかなと思ったんです。ここを打つのが一応定石なんですけれども。出ました。とりあえずこれは先手ですから。で、ここを打つんかなと思いましたけれども、ここで。ここに戻るのがね、一般的なんですけれども。この後ね、受けまして戻るのが一般的なんですけれども、こっちに受けましたね。はい。なので、すかずトカベに行きましたね。で、これ出まして、これ取りましたね。ここまで来ましたね。この模様が大きいと見たわけですね。抜きまして、挟みましてね。曲がりましてね。で、これ出まして、ここで、ここ出ましたけれども、この手では、こういうふうに行った方が、より、なんていうんだ、効率的な打ち方であったということだったみたいです。こういったら、一軒ぐらい飛んでおいてね。はい。こっちも生きてないので、こっちも生きてないですけど、切られたらね。はい。お互い弱い士同士なので、そういうのが推奨されてましたね。で、こう出てね。で、下がりましたね。こう切られた場合に備えて、この渡りもあるっていうことですね。はい。渡りを、確保しつつ、ここの地をね、ちょっと守ったっていう手ですね。現在の形勢なんですけれども、若干白がいい程度ですかね。やっぱりここに行かなかったので、ここちょっと咎められましたので。はい。で、あとね、常にね、心配しなければいけないのは、黒がね、
白がね、例えばこういうとこ行かれた時、こっちを受けることはできないですね。はい、こっちを受けるともう確実にこれ分断されますので、はい、こっちを受けることができないっていう制約がありますね、常にね。まあ今すぐ行くべきだったと思うんですけれども、白もね、まあこっちに行きましたね。まあこの辺をね、ちょっとまあパラパラと打ってますね。非常に薄い打ち方なんですけれども、はい、でまあここでね、こうつけましたけれども、まあそうですね、ここではこんなとこつけずに、まあそうですね、こういうとこで打っておけばこっちの地を確保できましたので、しかもこっちはちょっとね薄みをついてますから、まあこんなんでよかったと思うんですけれども、はい、でまあこういって、まあ一応出切りの味はありますね。今出切りの味はあります。でまあここ受けましたね。まあちょっとまあ打ち、まあ難しいとこなんですけれども、でまあここかかりましたけどね。まあそうですね、まあここでもかかるよりも、まあこういうとこね行って、ちょっと地を確保したらどうだったかと、ここをね薄みをつきつつっていう気はしましたけど、まあ、かかりましたね。でまあこう打ちまして、ちょっとまあここ連絡を図りましたね。でこう打ちましてね、まあこう伸びまして、まあこう打ちましたけど、まあここに打った手がどうかなと思うんですけれども、まあここに打つ手はなんかぶつかって、こういった時下がったらこれで連絡できますので、ここではこっち側に打ってみたらどうだったんでしょうかね、この石を生かして。でまあこういったらね、こういうふうに跳ねちゃってね、まあ、切るしかないじゃないですか。で切ったらこういって、でまあこういっちゃってね、まあ、抜くし取るしかないですよね。でまあこういっておけば、まあ、これ切ってもこうね、まあ、こういきますからね、これ抜かないといけないですからね、もう切ったら。これシチョウになっちゃうから、こういう手はあったんですけれども、うん、なんでここだったんですかね、はい、ちょっとわからないですね。でまあぶつかって結局まあ渡りましたね。まあ大して減らしてないですよね。でまあコスミつけてまあ挟みました。まあ現在の形勢なんですけれども、まあ白がかなりさらに優勢になりました。今は白が勝率が 80% を超えてますね。地合いでも6目近く有利ですね。まあ優勢なんですけれども。まあそこでね、まあ無難に打ったらこれ負けますね、黒は。で、こういって、つけまして、ここ三々入って、これシチョウで取れないので、こういう風にはいけないですね。こういったらこれ取られてしまいますね、逆に。なので、跳ねましたけれども、こう切られましたね。こういって。これが先手になりますね。で、まあここまではいいんですよね。で、これでまあちょっとまあ相変わらず白が優勢なんですけれども、まあこの石はね、まあ多分その取られるんですよ。取られるんですけれども、この石をイニジにさせちゃダメじゃないですか。ですからここでは一軒飛ばないといけないですよね。で一軒飛んでこう来たらこう行って出たらこうやって二線を這わせないといけなかったんですけれども、黒にそうしないとねダメだったんです。これ白がね、まあ、なんか別のとこに手を打ったりなんか
こういうとこ打ったりしますと、こういう手がね、気持ち悪いですね。これ当たり打たれますから、下がるしかないんですけども、こう行かれたらちょっと困りますよね、これ。はい、ですからそういう手があったんですけれども、まあここに跳ねてこれ切られてしまって、まあ、こっちも取られたしこれも取られたし、これで今まで逆に今まで80%勝率80%白が勝率 80% で地合いが5、6目良かったんですけど、今度逆に黒が5、6目良くなってしまいましたね。で 80% になりました。逆になってしまいました。はい、まあ、これは大失着ですね、この手は。まあただちょっとした味はありますね、はい、ちょっとした味はあります。でまあこういきましてね、まあ今黒優勢なんですけれども、まあ白こう下がりまして、こういってまあここ跳ねついて出ましたね。で受けまして出ました。まあこの手はそうですね、まあこう出切りを狙ってますね、ここからの出切りがね。でまあこういうふうに受けました。まあ直接的に受けました。ちなみにこういうふうに間接的に受ける受け方もありますね。でこういってこういってこれ切ることはできないですね。切るのはこういってこういって、これ当たりになってしまいますの でこうつながってしまいますね。今度これ切りがあるので先手になってしまいますね。はい、まあ、こういったらその超ラッキーなんですけれども、白からすれば、まあ、ただこういってこういった時にこういった時に切らないですね。こっちをこう打ちますね、うん、ですからここで結局こう戻らないといけないですから、じゃあ結局ここに石出られた分だけ損ですね。はい、ですからまあこれが正解だったと思います。こう受けるしかなかったと思いますね。で、こういってね。今ね、黒がここで、まあ、この白を、この白は生きてるんですよね。まあ、生きてる石をちょっと攻めてるんですけれども、ちょっとおかしいですね。この石は 100% 生きてますから、なんでこの石を攻めているのかっていうのがちょっとあまり理解できないんですけれども、今ね黒が今黒優勢なんですよね。優勢なんですけど、黒が注意しないといけないのはこの石ですよね。この石が動き出したりするとこっちの切りがありますし、この辺の連絡もちょっと怪しいので、今大切なのは黒はここを取っておくと。でその何ですか、この辺一帯をね、まあその安全にしておく、おいたらこれでおそらくもう勝勢だったんですけれども、勝率も 90% 超えてたと思うんですけれども、ちょっとここで理解できない、こういうなんかこの石を攻めるんですけれども、でこれちょっと味付けですね、これはね。まあ、受けまして、まあ、これ取ったけどね、まあ、取れてもいないしね、また。で、まあ、こう出られましてですね、これでね、一気にね、細かくなってしまいましたね。ここは何にもやってないですから、字的にはね。で、まあ、こう受けるしかないですから、こう受けて、跳ねられて、まあ、これ受けましてですね、こう受けて、こう受けたんですけれども、これ継がれて、この2目の取りが残りましたよね。はい。これ受け方がまずいですね、これね、受け方が。ここではですね、まあこういう風に受ける必要があります。もちろんこう出るんですけれども、まあこう出て、ね。で、こう継ぐしかないじゃないですか。で、こう切って、切ったらこう取れないですから、この黒。ですが、まあ、こういうふうに行くしかないんです。で、こう行って、こう行って、こう行くと。
で、こっちもつながってるし、これもつながったし、これもこっちにつながったし、まあ、こういうふうに行くのが、まあ、ベストだったみたいなんですけれども、ここでちょっと愚直に受けましたね。で、こういってこういきましたから、この2子が取りが残りましたので、まあ、これはまあ時間つなげたと思うんですけれども、で、ここでこういうふうに受けた手が、これまた字的には何でもないですからね。はい、これで逆転されましたね。はい、完全に。これで白が完全に逆転しましたね。で、まあ当たり打ってこういってね。まあこれで、まあこう受けまして。で、挟みつけて、で、ここでここを受けたんですよね。まあちょっと理解できないっていうか、ちょっとこれは変調でしたね。で、なんでここ受けたかなと思ったんですけれども、まあおそらくこれ、まあ次が本手だと思うんですけど、継いだ時に多分こういう手が嫌だったんでしょうかね。あ、すいません、こういう手が嫌だった。まあこれ、まあこんな感じで、まあ受けたとしたらですね、そうですね、まあこれで、まあこう切ったら、ああ、なるほどね、これ切ったらこれ生きないといけないんですけれども、そこでこういうふうにこれが落ちますね。で、これが嫌だったっていうことですかね。おそらくそういうことかなって気がしますね。だからここを守ったんですけれども、まあだったらね、この時にこっちを継げば別に問題はないですから、こう抜きまして、抜かれまして、こう行きましてね。まあ今は白が逆にね、5目ぐらいんですけれども。で、まあここを跳ねいって、まあここはね、ちょっと目がないですからね。まあいいとこですね。はい。大きいとこだと思います。で、まあこれはまあ先手でよく来たんですけれども、まあここをね、なんでこっち継いだのかっていうのはちょっと理解できないですね。まあ、ここはこう取るべきでしょ。これこうやっても何の味はないんですよね、別に。これ味はないんですけど、まあこういったとしてもこれ味はないです。味はないんですけどね。てか2目、1目半は損しましたね、これで。1目半は損しましたね。で、まあ、こういって。で、こういってね。まあ、ここで、こういうふうに受けたんですけれども、まあ、よく昔、上手の人にね、こういう、三々入った時、こういうふうに受けると、まあ、普通の考えだったら、こっちも受かってるし、こっちの切りも、まあ、こっちの切りも受かってるから、っていうことで、こういうふうに受けると、こう味が悪いと。形が悪いと。こういうふうに打っちゃダメだよと。よくその言われますよね、こういう受け方よくね、覗き回るしとか、はい、あるんですけども、まあ実践的な手ですけども、これ実際ね本当に良くないんですよね。これあとでね、実はこういう受け方、これは実は手は発生してますね、すでにこの受け方をした時点で、この辺がすんごい味悪くなってます。で、まあここ行って、これ先手ですね、ここ置かれますので下がりまして、ここに飛んだんですけれども、まあ、こう飛んだ手がね、どうも小さかったみたいですね。はい。飛んだ手がまた、まあ、寄せで言えばかなりの失着だったみたいですね。こんなとこ地できないですから、黒はね、対して。じゃあ、まあ、どうすればよかったんかっていうことなんですけれども、ここではまず、まあ、ここを行きまして、こう行って、そうですね。こう切って、これは継がないといけないですね。それでも出ると。で、出て、ここに手が発生してますね。
この挟み付けが成立してますね。もちろんこういったら、まあこういって、まあこれ勢い取ってしまったら、これはこういかれて、これは事件ですね。こういってもこうついで。これはこっちから押せないから、まあこういくんだけど、こういって、まあこういき、こうにしたいけど、こういってこれで取らないといけないですから、で、こっち行かれて取られてしまうし、あとは、こう行きたいけど、これもダメだね、こう言って。なので、まあ、こう行くのもこう言って、まあ、こう言ってもこれでダメですから、これでもう大事件が発生してますね。もしこう打ったとしたら。ですから、まあ、ここでは、こういったときに、こう受けるしかないんですけども、まあ、これでこうですね。はい。まあ、これ、ちなみにこっちからは意味がないですからね。この元が取られますからね。はい。ですから、まあ、これで、まあ、こう争うということですね。はい。うん、そうですね。こうでもないですね。これ放り込んで、これこうじゃないですね。あ、これこうじゃないか。あ、こういったら、これ次げないですね。うん、次げないね。こう、こうだね。うん、こうなりますね。これこうじゃないね。これ手ですね。これで。明らかに。うん、これ手でしたね。あ、でもね、ここ飛びまして、これでまたね、半目勝負ぐらいになりましたね。めちゃくちゃ小さいとこだったですね。で、まあ今半目勝負なんですけれども、まあこういきまして、これは先手ですね。で、ここ、これ跳ねついだんですけれども、これ大変危険な手でしたね。まあ、ここを受けるのはまあいいとして、ここの時に、私さっきも言いましたけれども、手が発生するって言ったじゃないですか。ですから、ここでですね、こう手を抜いて、まあこう言って、これを言って、まあ、こう言って、こう言ってね、こう言ってれば、さっきの手が発生してますので、また。まあ、これで困ってたと思うんですけれども。まあ、ここをまだ、この時点ではこの手をおそらく見てはいなかったみたいですね。両棋士ともね。で、まあ、これは、そうですね。まあ、これをやることによって、そうですね。この手が、なくなりましたね。うん、だから、はい、なかなかその機敏な一手ですね、これ。で、まあ、こういきます。でも、この手がね、また小さい手でしたね。なんでこんな手を打ったんでしょうね。ちょっとわかんないですけど、まあ、この石を取ろうということなんですけれども、まあ、もともとそんなに攻めが得意じゃないですから、藤沢五段は。まあ、寄せを打てばよかったのに、まあ、こういうとこ大きいじゃないですか。こういうとこ大きいじゃないですか。こういうとこ打って、で、ちょっと寄せ打って、ここちょっと気持ち悪いから、こういうとこ打っちゃよかったのに、またこういうちょっと寄せ小さいとこね、行っちゃって、で、まあこれ受けてくれたからで、まあでも受けてくれたから、これは幸いでした。受けてくれた幸いでしたね。で、こう継ぎまして、ここで、まあここを打ちましたけれども、今はですね、まあ、ここでちょっと寄せ損なって、白がいいですね。白が2目ぐらいいいんですかね。はい。白が2目ぐらいいいですね。それでですね、まあ、こう打ちまして、こう受けましたね、ここね。で、まあ、こう行きまして、こう行きましたね。まあ、こう覗きまして、
まあ、当たり打って継ぎまして、この手がほぼほぼ敗着ですね。はい、この手がちょっと敗着だったような気が、ほぼ敗着だったような気がしますね。ここではですね、まあ、一応こう言っておきまして、でまあこう言ってね、こう言ってまあこう行きまして、まあそうですね、こう言ってまあこう抜くしかないですけど、でまあこう言ってこう言ってこう言ってこうですか。これで白が2目ぐらい、2目半ぐらい良かったんですけども、これで白が2目半ぐらい良かったですね。はい、ですから大失点。だから逆にここに行ったじゃないですか。ここまで行けるのをここに行っちゃったんですよね。でこれもう味よくね抜かれちゃってね、でまあついでね来ましたけれども、まあね、ここからはそうですね、これで半目ね黒がいいんですね。まあここを抜いて押さえてっていうのがあってあるんですけど、ですから半目ね、厚い半目いいんですよ。だからここにコウが最後に発生するんですけど、このコウに負けても黒が半目いいっていう、そういう状況になってますね今。まあここからはね、両者とも最善に寄せてますね。まあ最善に寄せ打ってるんですけれども、これはあれですね、はい、ここからはどうやってもね黒が半目いいんですよね。このコウに負けても黒が半目いいですから、まあここはずっとね最善の寄せ打ってますけれども、で最終的に、ね、黒がこう継ぎましたので、まあここまで打ちまして、結局黒の藤沢五段が1目半勝ちしましたね。はい。